くあ、残念。足をつるまで古賀選手一択でいきたいと思います。私が行けない間にスープステーション打ち切りとかは勘弁してといただきました。多分続くと思いますよ。第3番です。E3リーグ2021-22シーズン第20節ギグスツ VS モールター。ダブルで田中ナンバー36、荒川、ローラバレンシン、トライグループ岡山、選手の入場です。今はナンバー9、川光俊、ハンターコート、ナンバー8、クリストファー・オレリー、ヘッドコーチ、キリキリ・テッチ。新型コロナウイルス感染防止のため、選手、スタッフ等を除き立ち入りは禁止となっております。両チームスターティングファイブの紹介です。まずはアウェイチームドライフープ岡山スターティングファイブ、ドライフープブースターの皆さん、ようこそ声優の国岐阜県へ。ナンバー1、樋口誠、ナンバー4、ジェフリー・パー、ナンバー15、若狭小木、ナンバー22、向井祐介。ナンバー31クリストファー・オリビエ、指揮を執りますヘッドコーチヒルキー・チェンジ。以上、ドライフ岡山スターティングのそれでは、ゆうせい君、お願いします。OK! さあ、今日は体とかけましょう。集まってくれたブスターの皆さん、今日40分間、熱いブースをよろしく。キッポーダブルテクニカルのためフリースローは存在されます。タイムアウト岡山コースに対するファウル、スーツに2本のブレスローが並ぶトゥーショット。ワンショット岡山ヘッドコーチにテクニカルファウルが宣告されました。ワッション思いっきり叩いてる、ね、テクニカルはわざと取られにいってる。でも一貫した笛を吹いてください。意地悪だけどルールはアンスポ絶対。ありがとうございます。スープス13番MIP 岐阜大発賞は No.2 高橋海星。本日もたくさんの応援ありがとうございました。結果で大すことができず伺えない気持ちですが、見ていただいて楽しんでいただけたら嬉しいです。僕自身今日が本戦最後となりました。そしてこういう素晴らしいゲームステージを作ってくださった運営の皆様、ボランティアの皆様、そして足を運んでくださった、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。経験を最大限に生かして、これからどんどんチャレンジしていきたいと思います。今後もスーツの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。